卒業証書の例卒業証書とは、その学校の全課程の終了が認められた、児童、生徒、学生などに対して、校長が授与する証書のことである。類似する文書には、終了証書がある。大学では、学部の課程を卒業した場合は、卒業証書及び、学士の学域が授与される。大学院の各家庭を完全に収めることについては、卒業ではなく、 終了とされているため、卒業証書の授与は行われず、学域の授与が行われる。短期大学を卒業した場合は、卒業証書及び短期大学士の学域が授与される。卒業証書については、学校教育法施行規則の第58条などに規定があり、校長は、この全課程を終了したと認めたものには、卒業証書を授与しなければならない。とされている。 卒業証書の様式は、その学校の設置者が定めている。また、卒業証書や、卒業証明書を発行するときに現簿となる、卒業証書授業台帳などの保存期間は、永年、または長期とされていることが多い。卒業証書は、卒業式で授与されるが、授与の方法としては主に以下のいずれかの方法がある。卒業証書は、卒業証書用の丸刀、 格闘などに入れて丸めた状態で、あるいは少々ホルダーなどに入れて平面の状態で保管される。近年では地元の和紙を使用する例もある。ありがとうございます。